まあ、例えば5万円以上のギターだったら、そんなに安い出来、競技についてやんなくてもいけるかな。塗るだけでもっていう感じもしますし。しまあ、鉛筆でもいいっちゃいいんでしょうね。っていうのもあります。1万円以下の安いやつは今ぐらいの安いで削った方がいいような気がします。ということですね。まあ、正直僕はあのまあ、つい。この間高校卒業して、それまでにエレキギターは？ え5万円のアリアリプロ2っっててやつを1本持ってただけなんです、ね、でもまあ最初に持ったギターは5万円でしたと。で東京へ出てきて最初に作ったテレキャスターが19万円ぐらいでナビゲーターっていう会社で作ったのかなでその後にムーンの10万円クラスのやつを10万円以上のやつかを中古で入手して弾いていたり、まあ、フェンダージャパンも何本か買いましたし えー、ビル・ローレンスってギターがすっげえよかったあの金額のコストパフォーマンスがめちゃめちゃよかったビル・ローレンスは23本買ったと思います今手元に1本もないんだけども、えー、でえっ、ーえー、と、まあ、ラリー・カルトンさんが使ってたとかいうセミアコを持ってたり、えーまあ、最終的には30万円以上のトム・アンダーソンっていうギターを購入して。 まあ言ってみれば高校卒業してからのついこの間ぐらいまでの間ねほんの数年間は高いギターばっかり弾いてたわけ。で高いギターばっかり弾いてたからそんなに困ることもなかったしチューニングで悩むこともなかったしアームを使ってもそんなに狂わなかったんですよ。でそのリペアはリペア屋さんにもお願いしてたし、まあ、自分でちょっとした改造はやっちゃってたけども。 である日1万円のギターを触ってみたら「なんじゃこれ」と「なんじゃこれ」と思ってその「なんじゃこれ」がねその微妙なねすごくこれはひどいなっていう意味の「なんじゃこれ」ではなくってある意味「あれこれでももうちょっとだけ磨けばいいんじゃねえの?」って思ったのも半分なんですよ。で確かに いいろんな詳細を見ていったり考えていくととああかんところもあるとじゃあそのあかんところをとりあえず自分で直しちゃおっかなっつっていろいろ触ってるうちに何が分かってきたかっていうとギターはこうやって作るもんですよこうなってるんですよこういう理由があるからこういうふうに作るんですよっていう制作者の意図が見えてきた。 制作者の意図が見えてくると、まあ、ピックアップを交換したりすれば音は変わったりするけどもそれ以外にもここをこう整えれば俺のギターは言うこと聞くみたいなことがだんだん分かってくるようになるとそれは面白いなぁということで1万円のギターを何本も買ってこう触っているということで今はもうその30万円のトム・アンダーソンも手元にないし、えーね、いろいろあってですね。<laughs> えーまあ、ギターの好みっていうのは移り変わってもいくしいろんなギター差あるから分かってくることもあるし、えー、もう一回あのムーンのギター欲しいなって本当は思ってるもしヤフオクであの時僕が一回手放してしまったムーンギターがもう一回出品されてたら僕は落札すると思うっていうそんなことも含めながらもギターの生活を楽しんでいきたいということでございます。じゃあまたね